なんかすげえ負けた感じゃん、やめてよ。ほい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。じゃあ今回からちょっと勝ち抜きバトルをやっていこうかなと。モンスター格闘場にようこそ、歓迎するわーいな。さあ今日はどうするの？冷やかしに来たわけじゃないんでしょ。ほい、勝ち抜きバトルをする、開始します。これは勝ち抜きバトルモードです。では説明させていただきます。勝ち抜きバトルとは、次々に登場する敵と戦い続けるサバイバルマッチのことです。試合を進めるごとに対戦相手は強くなり、あなたが負けるまでバトルは続きます。これは何？向こうは一体？命令と入れ替えは自由にできますが、道具を使ったりスカウトはできません。ただ負けてもお金は減りませんので、そのあたりは心配する必要はありません。また10戦勝ち抜くことに賞金が与えられます。さらに100試合続けて勝ち抜けましたら、非常にレアなモンスターも与えられます。続けてでやらないといかんのかな、これ。好成績を収めた場合、記録されますので、次はそこからやり直すことができます。まずは50勝を目指して頑張ってください。では、勝ち抜きバトルを始めます。よし。なんか1戦目から強そうですけども。どうなのよ。あ、全然強くなかった。イエーイ、楽勝。やば。はい、来たよ、10戦目。これでとりあえず10分の1。これは10戦の時点で何セーブされるの？ちっちゃいのに頑張るね。かわいいエンゼルスライム。ちょっと、かわいいって言ったやつを真っ先に倒すんじゃないよ。まあそりゃね、最終的には倒さねばならんけどさ。かわいいって言ってんだから、かわいいって言ってんだからもっと見せろよ。気持ち悪いよね、こいつ。気持ち悪いよね、こいつっていう。片っぽは豚まならだしさ。今ちゃんと言えたかな。これで30戦目。あ、でもまだまだやな。あと70戦あるんか。100戦って遠くないっすか。まあ、そりゃ、キリのいい数字なんだけどね。キリのいい数字、まあね、50戦でモンスターもらえるよって言われるよりは、100戦でって言った方が達成感はあるんか。でも、ここまで来ても全然可愛いモンスターは出てくるよね。いっけいっけー。なんか私、前にさ、前にって言っても結構前か、アドバンスの時かな。なんか、スライムもりもり大作戦やっけ。ちょっとゲームの名前を忘れてしまったんだけど、なんかそういう感じのゲームをやりよった。そうモモンジャを見て思い出したんだけどね。あれ可愛いよね、尻尾弾とかさ、スライムをウニョーンってやってスラアタックやっけ。なんかああいう感じで攻撃したりとか。あのゲーム結構好きやったけど、結局クリアはしてなかったんかな。はい、40戦目。会心完全ガード。全然ガードできてませんでしたけど。あれ2つ顔あるよね。でもって笑顔だよね。なんか、おんぶしてるの？かわいい。おんぶしてる。かわいい、かわいい。何、双子ちゃんですか？なんかこういう感じのさ、ドラゴンボールとかに出てこんかった？気のせいかな。なんかどこかしらの宇宙人。まあそりゃね、デザインが同じだからしょうがないんだけれども。うわ。上のやつは何？手を広げてるのか。手というか腕。一瞬羽生えとんかと思ったよ。はい、これで40戦クリアー。ってことで4回分賞金があるわけだ。やったね。ゼルダに出てきそう、ゼルダに。なんかこういう感じのおらんかった？なんかおった気がするんやけど。まあ、マリオのパックンフラワーでもいいんやけど。パックンフラワーだいぶ可愛いか、これに比べたら。絶対ゼルダにこんな感じの出てきたよ。人食いそう、みたいな。あと、軍隊ガニ、でかいよね。あれやなぁ。茹でたらきっとさ、食べる場所いっぱいある気がする。
60銭。イエーイ。あの子なんかさ、ハロウィンにもいとるよね、確実に。なんとなく色合いとか、帽子とか。もう帽子に目があるとかめっちゃいいやん。ハロウィンってさ、なんかハロウィンの時期になったら、街中にめっちゃコスプレした人たちがね、溢れかえるんやけど、私一回もしたことないんよね。ほぼ一日中なんか街中がね、まるで異世界なんよ、本当に。もうなんか、ここは、何？どこの国ですか？いや、どこの国じゃないね。どこの世界ですかって感じ。なんかね、ドラキュラがさ、信号待ちしよったりとか、道の曲がり角とかで、血だらけの看護師さんが、携帯いじりよったりとかさ、マリオの集団が、マリオの集団がなんか移動しよったりとかさ、面白いよね。もうほんとあの日だけは、違う世界に迷い込んだ感が半端ないわ。楽しいんやけどね、見よって。とか言いよるうちに多分70銭目前ぐらいまで来とんやないこれ。なんやっけ、今、卵論を見て思ったんやけど、私が唯一しとった、あの、丸太の鍵やったっけ。それをしたときに、結構その、モンスターの卵を孵化させたりとかするのが楽しかったんやけど、そういう機能はないんやね。なんか普通に配合して、はい、モンスター出来上がり、みたいな。卵からとかないんや。丸太の鍵って何ですかって前コメントできたんやけど、丸太の鍵っていうのはね、あの多分、テリーよりも前のやつかな。イルの冒険とか、ルカの冒険とかなんかあったやん。私、イルとルカそれぞれのバージョンのやつをやったことがないけんちょっとわからんねやけど、でもあの、性別が選べるやつ、テリーも出てくるし、バタボーも出てくるし、バルボーも出てくる。面白いけんね、中古とかで見かけたら買ってみて。80銭目だ。あれ、自動マジックポイント回復ってさ、ゾーマにしかついてなかったっけ。あとの二人ついてなかった。ついてないとしたら回復した方がいいかな。ちょっと待ってね。とかできねえ。なるほどね、道具は使えんのよね。そっか、道具は使えんのよ。命令だけか。命令だけか。80銭まで来てそんなことを言う。ということだからまあ、もうほぼ打撃系で頑張るしかないんだな。もう最初にあれやね、アビスハンド連続で使いすぎた。途中から全然使ってなかったけど。え、途中から何の技使ってたの？なんかさ、単体攻撃めっちゃしてなかった？単体攻撃するぐらいならアビスハンド使おうよ。ね。ちょっと広範囲で行こうよ。そしたら多分もっと早くできとったと思うよ。多分。え、呪われてない？ゲームでさ、なんか、CM でその綺麗なムービーを流しておいて、実際のプレイ画面が、ん？みたいな感じのゲームあるやん。あれちょっとびっくりするよね。え、ムービーはこんなに素晴らしいのに、え、プレイ画面このクオリティですか？みたいな。あーって感じになる。それはそれで味があるんかもしれんけど。ファイナルファンタジーって最近ゲーム画面も結構ああいう感じになってきとるやん。綺麗な絵に。でも私はね、なんか、ムービーは綺麗で、まあ、もちろんいいんやけど、プレイ画面までリアルになられるのはあんまり好きじゃないよね。ちょっと可愛さが欲しい。リアルさよりも。まあ、人間に近い絵っていうよりは、もうアニメっぽい、漫画っぽい感じの方が好きやし、やけんかな？私、ファイナルファンタジーはあんまりしたことがないよね。ジタンとかその辺のキャラクターはわかる。多分そのジタンが主人公のファイナルファンタジーを昔多分ちょろっとやったんやと思う。まあ、メインはドラクエしよったね、私。あ、やばい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 。はい。はい、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 来た。はい、決定的な瞬間来るよ。100戦目だよ、100戦目。え、これ100戦目よね。ちょっと今不安になったんやけど。あとやろ。息を吸い込む。待って。いや、それ確かに今バカなことをしたけども。
そんな一斉にやっつけることないでしょう。あ、これ100戦目。100戦目はさ、全員揃って迎えたいんやけど。え？あ、そっかそっかそっか、落ちた剣か。命令ができんのかと思った100戦目。おっしゃ、復活！さあ、これで。これで決めるよ。やっぱ全員揃って最後を迎えんとね。最低。あと2匹だ。やめて。魔力暴走しないで。あ、でも、持ち直してるね。持ち直してる、持ち直してる。あと1匹。よっしゃ、いけー。もう、やからやんけ、私。あー。おっしゃ、行く。おっしゃー、勝利。勝利のポーズ。タイムボカン。あれ ?100 戦したら終わりじゃないんや。あ、これ終わりって別にないん。どこまでも行く感じ？はい、110戦目。もう一気に110戦目だよ。早くね。100超えてから早くね。あ、キラーパンサーがめちゃくちゃ小さく見える。乗りたい。てか、これは、ね、イベントバトルと違って、相手はマスターおらんのか。え、すげえな。何、誰の言うこと聞いてんの？野生と同じ扱い？いやー、キラーパンサーがゴキブリにやられた。悲しい。お、キャノンキング。じゃ、ここまでってことやね。でけえな。はい、ホイップゴーストはあって言えまーす。さあ、いけいけ。なんかこいつのさ、ちっこいバージョンみたいなやつが、どこやったっけ？あの、塔のある場所。あの、刑務所？刑務所っていうか、牢獄？あっこんとこにおったよね。顔の部分が緑になったらなんか、カエルっぽい感じに見えるんやな。それまで何の動物やろって思ったけど。何の動物やろっていうかモンスターなんやけどさ。ほい、ということで。え、もしかしてこれ途中でやめれん感じ？あ、危険あるじゃん。じゃあ120まで行きましたということで、危険します。なんかすげえ負けた感じゃん、やめてよ。勝ったんだよ、私。お疲れ様でした。それでは今回の結果を表示します。120戦勝ち抜きです。見事最高記録を塗り替えましたね。てか初めてやったからな。勝ち抜きバトルは自分との戦いです。さらなる高みを目指し頑張ってください。では今回の賞金です。お疲れ様でした。120戦勝ち抜いたアイナは賞金として、1、10、100、1000、万、10万、78万ゴールドをもらった。やべえな。一気に。おめでとうございます。50連勝のお祝いに追加の報酬があります。報酬は、聖銀のドクロ洗いです。あ、50勝も、モンスターもらえるん。やった。聖銀しかないけど。はい、オッケー。聖銀のドクロ洗。あはは、いだけない。まあいいや、はい。オッケー。なるほど、50勝でもモンスターもらえるんやね。おめでとうございます。100連勝のお祝いに追加の報酬があります。もしかして150でもあったとかないよね。報酬はグレートのチョーラ Z です。あ、グレートのチョーラ Z！ ね、私前回欲しいって言ったよね。欲しいって言ったよね。あの、アロマ2号との戦いの時に。やったね。なるほど、ここまで頑張ればもらえるんだな。グレートのチョー。めっちゃ間抜けな名前になったじゃん。いやー、素晴らしい。素晴らしいよ、グレートのチョーラ Z。かっこいいよ。弱いけど。これから育てるしか。ランク SS だよ。イエーイ、やったね。オッケー。なになに？さらに110連勝を達成した報酬があります。報酬はカラーフォンデュです。カラーフォンデュ？マジっすか。なんだなんだ。カラーフォンデュ。ゲッチュー。オッケー。さらに120連勝を達成した報酬があります。あ、
なるほど。100連勝を達成した後は、10連勝ごとにカラーフォンデュがもらえるってことか。ってことは、まあ多分この先はないかなって感じかな。オッケー。カラーフォンデュ2匹目。ゲットほい。ということで、いつでも調整待ってるわ。腕試しのつもりで参加してみなさい。で、あのね、私ちょっとしたいことが、ライド。当然、ライド。陸上ライドで、あ、今陸上なのか。え、どこ行った?え、いらっしゃらなくね?山頂じゃねえんだよ。ん?いらっしゃらなくね?どこ?これ?違うよね?え、グレートのチョーラ Z はどこ?え、グレートのチョーラ Z いないんだけど。なんで?乗れないの?え、まさかの乗れないの?え、ここまで来て乗れないとかやめてよ。ほら、山頂とカラーフォンデュはいるんだよ。何事オールにしたらおるかな?じゃあ、オールで、入手じゃ、あ、いたー、グレートのチョーラ。ライドタイプ陸上じゃん。なんでいなかったの、向こう。信じられない。あ、広い場所でしかライドできんのや。ライド中は移動することができませんし、空中で乗り換え、移動できんの?マジで?ちょっと待ってね。じゃあ広い場所に移動するよ、私。それで閉めるから。静寂の草原ウッドパーク。はい、飛びまーす。シュン。ってことは、この場所。こういう、この辺ならいけるでしょう。違う。ライド。で、陸上をライド。で、あ、ここやってたらもしかしたら表示されてないね。オールだね。もしかしてここでもできんとかそういうことは、どんだけ巨大なの?え、意地でも乗りたいんだけど。あ、乗れるか。広い場所ってどこですか?広い場所を教えて。ね、広い場所を教えてよ。え、この辺でも行けないっていうのはどういう。この辺だったら絶対行けるでしょ。ちょっと岩とかない場所、この辺。リアクター反応あるみたいだけど。はい。陸上ライド。はい、グレートのチョーラ Z。もうしょうがない。はい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。グレートのチョーラ Z が乗れる場所があったらちょっと誰か教えてよ。めっちゃ乗りたいんだけど。